人や竜、妖精などさまざまな種族が暮らす世界を舞台に、小さな王子と仲間たちが大冒険を繰り広げる正統派の冒険 RPG、 ポポロクロイス牧場物語。平和だったポポロクロイス王国に突如現れるようになった謎の怪物黒獣は、闇の力によって妖精たちを封印し、大地を作物の育たない不毛の地へと変えてしまいます。主人公ピエトロ王子は黒獣を倒して世界を救うため、異国からやってきた外交官マルメラの勧めにより、未知なる異国ガラリランドへと旅立ちます。しかしそれはポポロクロイス王国の侵略を企む闇の者たちによる罠だったのです。ガラリランドには春の大地、夏の大地、秋の大地、冬の大地の4つの大地があり、各地の町や村ではたくさんの人たちとの出会いが待っています。モンスターとのバトルではキャラクターごとの特技や仲間との協力技を駆使して戦います。難易度を選んだりオートバトルに設定することもできるので、誰でも気軽に楽しむことができます。各地に現れる黒獣を倒して大地を浄化させると、その土地にある牧場が使えるようになります。牧場ではその土地ならではの作物作りや動物のお世話が楽しめます。収穫した作物は出荷してお金に変えたり、アイテムを作り出すなど冒険に役立てることができます。町や村には仲良くなると牧場を手伝ってくれる女の子も住んでいます。冒険の中で困っている人のお願いを解決してあげると、お礼としてさまざまなアイテムをもらうことができます。また鉱石の採掘や昆虫採集、各地のお土産集めなど、コレクションする楽しみもいっぱいです。物語を進めることで楽しめるようになるすれ違い通信では、宝の地図を頼りにアイテムを入手することができます。この冒険は懐かしくて新しい。ポポロクロイス牧場物語。